文字機関区は、福岡県北九州市文字区にある、日本貨物鉄道の車両基地である。北九州貨物ターミナル駅及び、文字駅に隣接しており、両駅への入りデクが行われる。九州島内の貨物列車系引用機関車及び各、ターミナルに配置する、入れ替え動車がすべて所属しており、それらの機関車及び、貨車の検査修繕を行っている。 所属電気機関車の車輪の作成作業については、福岡貨物ターミナル内車輪旋盤機にて行い、内燃機関車については、小倉車両所へ入場する。また、JR 貨物九州支社内災害の運転区所でも、ある。当社2021度事業計画により、冬季関区配置の国鉄型電気機関車を EEF510 型へ順次置き換えると発表された。鹿児島県鹿児島市に、 文字機関区鹿児島派室がある。福岡県北九州市文字区大里新町11番1号、北九州貨物ターミナル駅構内2021年3月、現在の配置車両である。0番台2両と1000番台8両の、計10両が配置されている。81.83015から1022号機300番台1両、400番台3両、450番台5両。 500番台3両、600番台3両の、計15両が所属している。303.403404.406451から455.501から503.716717.721号機45から50.65から73号機前車が、東芝は府中事業所にて製造された。 1745.1746号機、下関駅文字駅間を走行する客車列車の稽古員を九州旅客鉄道から受託しており、同社所属の e f 8 1系4 0 0番台の2両も文字機関区に常駐していた。同区間を走行するブルートレインやムーンライト、九州などの客車列車には文字機関区の運転士が乗務していた。過去に、 九州旅客鉄道が運行していた12系、客車、24系客車を使用した、夜行急行開門、日南については、分割民営化後も運行を委託され、文字機関区所属の ED76 型を使用し、全区間文字機関区の運転士が乗務していた。2009年3月14日、ダイヤ改正での早草、富士廃止による、九州ブルトレ全廃、また、同年8月には、 ムーンライト九州に使用されていた14系客車が廃車となり、同列車が事実上の運転終了となったため、この受託業務は解消されている。現在、団体列車として、JR 西日本の客車列車が下関駅もじ駅間を走行して九州入りすることがあるが、JR 九州が電気機関車を通った全廃したため、その場合は下関駅において、 JR 九州ので十による十連で牽引され、九州上陸後もそのまま牽引する。二千一年十月までは、筑豊本線の客車列車の牽引も受託しており、冬季管区に所属していた d d 五十一型が担当していた。その他、客車列車が第一延した場合や、機関車運用が乱れた際などは、本来の JR 九州所属の e f 八十一型に代わって、 陶器管区の機関車がピンチランナーとして牽引することもあった。鹿児島派室は鹿児島県鹿児島市にある日本貨物鉄道の乗務員区所である。鹿児島県鹿児島市浜町2-6。ありがとうございます。